皆様こんにちは、衆議院議員の木村弥生です。今週の振り返りをしたいと思います。今朝は地元の農家の皆さんが採れたての野菜を販売している朝市に行ってまいりまして、で、たくさん野菜を買い込んだり、また包丁がねちょっと最近キレが悪かったので そこで現場研いでくださるんですね。その包丁研いでもらって、でも早速トマトを切ってなんかいい感じで、切れたりっていう、そんなことをしたり、また血の輪くぐりって皆様ご存知ですか。神社でこうねそれを制作現場に行ってちょっとお手伝いをしてきたりしてきました。それからワクチンを第1回目打ってきました。今のところ特に症状はなくって、だいたい翌日あたりにですね、特に第2回目あたりにこう発熱があったり、また腫れたり、腕が上がらなかったりとか、そういった症状、副反応はあるみたいですけれども、だいたい数日で軽減します、収まりますので、どうぞ過度なご心配のないようにと思います。ワクチンの供給体制も一部地域で非常にご心配がありましたけれども、もう8月から都道府県がこの調整枠を持って、京都府においても調整枠の増加で安定的な供給が図れると思いますので、一日も早くこの集団免疫を獲得して、そしてコロナを打ち勝って健康と安心を取り戻していけるような、そんな日本を作っていけるように頑張りたいと思います。特に女性の雇用ですね、飲食業、宿泊業で本当に非正規の女性多いですから、大変な思いをされた方々への支援、再チャレンジを応援したいと思います。私自身看護師になったのも、ね、40過ぎですし、いろんな形で研修の機会を設けて、広がりがあったら選択肢を広げていけたらいいなと思います。はい、ではまた来週もやゆチャンネルお楽しみに。木村弥生でした。